皆さんこんにちは、諸星です。今日はもう腹に据えかねることがありましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。これ見てください。西村大臣、39件解除であちこちで気の緩み、人手の増加に警戒感とあります。ちょっと皆さんどう思われますか？これこういうことにもっと国民は怒らないといけませんよ。ちょっと読んでみましょうか。西村経済再生担当大臣があちこちで気の緩みが見られると大変心配していると話した。ありがとうございます。心配していただいてるんですね。ありがたくて涙が出ますよ。続けますよ。韓国やドイツを例に挙げた西村大臣は第2波の可能性について、来ると思わなければいけない。愛媛県のようにほとんどゼロが続いていても、突然20人を超えるような新規感染者が発生することもある。そういうウイルスであることをしっかりと認識しなければならない。知ってるわそんなもん。どこに潜んでいるかわからない。何かの拍子に出てくる。そこで気の緩みがあると、再び大きな流行になるという警戒感を示した。あのね、西村大臣、気が緩んでる日本国民なんかいませんよ。この3ヶ月、さらにゴールデンウィーク、私たち一般国民がどれだけ我慢して、外出も控えて、自宅で働いてやってきたか、そういうこと少しでも考えないんですかね、この人は。そういう考えることね、力がないんでしょうか。こういうタイミングで気の緩みが見られるとか言われた国民がどういう気持ちになるか本当にわからないんですかね。例えば、受験勉強2ヶ月3ヶ月ぶっ続けて頑張ってやってきて、たまの息抜きに、ね、我慢してきたゲームを30分やったのを見かけて、ちょっと気を抜いてるんじゃないよとかお母さんに言われたら、これ中高生切れませんかね。こういう発言はそういうことですよ。この発言は第2波が来たら国民のせいになるんですか？だから気を緩めるなと言ったじゃないですか、これは国民の気の緩みが原因ですねとか言うんですかね。そもそも気の緩みなんていう大雑把な言葉を使う時点で大臣の会見失格ですよ。海外でも報じられているように、日本では感染者、特に死亡者数が圧倒的に少ないんですよね。これは生活習慣がとか BCG がとか言われてますけれども、これはね、国民が小さな子供まで一生懸命ステイホームして、協力して感染を広げないように努力していることが貢献していることは明らかじゃないですか。西村大臣、お願いですから、気の緩みなんていう言葉を使うのは金輪際やめてください。お願いです。国民はもっと怒りましょう。ご視聴ありがとうございました。